もし愛していない人と生涯を共にすることになったら君は耐えられるかな。2010年11月14日、南アフリカの都市ケープタウン、高級ホテルの廊下を大勢の人に付き添われながら肩を落として歩く赤いシャツの男性。よっぽどショックなことがあったのだろう。歩くこともおぼつかない様子で目には涙を浮かべている。彼がそうなってしまうのも無理はない。たった今何者かに妻が殺されたという知らせを受けたところだったんだ。そして最悪なことに、この男性と亡くなった妻はつい先日結婚式を挙げたばかり。そう、これは新婚旅行中に起きた悲劇だったんだ。それから数日後、このハネムーン殺人事件の容疑者の名前が大々的にニュースで報道され世間を騒がせる。この時容疑者として挙がった人物はなんと新婚の夫。アルゴ X プレゼンテッドバイアルゴメトリー。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるルナ・テミスだ。今回ご紹介するのは、新婚旅行中に妻が殺害されてしまったハネムーン殺人事件について。この事件の容疑者として逮捕されたのはイケメンな上大金持ちだった新婚の夫だったんだ。本当に犯人は夫なのか、それとも別の誰かなのか、メトラーの皆さんもぜひ予想しながら見ておくれ。ハネムーン殺人事件。2010年11月7日、南アフリカの都市ケープタウンの空港に一組のカップルが降り立った。夫シュリエン・デワニとその妻アニーは見るからに高級な服装をしており、経済的に成功していることがうかがえる。10日ほど前に結婚式を挙げたばかりの彼らはハネムーン旅行でこの南アフリカを訪れたところだったんだ。まず2人が向かった先は、広大な土地に野生の動物が生息している南アフリカで人気の観光地クルーガー国立公園。旅行の計画は全て夫のシュリエンが企画しており、彼らはここに4日ほど滞在している。大自然を堪能した後、2人はケープタウンの最高級ホテルにタクシーで移動。今日からは都会を満喫するつもりでいたんだ。この時タクシーを運転していたのはゾラ・トンゴという人物だった。おそらくゾラのサービスが良かったのだろうね。シュリエンは目的地となるホテルに着いたところでこんな提案をする。運転手さん、よかったら明日から数日間僕たち専属のドライバーとなってくれないかな。何か所か行きたい場所があるんだ。提示された金額は高く、ゾラがこれを断る理由はなかった。シュリエンがわざわざ専属の運転手を雇おうとしたのにはいくつかの理由がある。単純に便利だったこともあるが、シュリエンは妻アニーのためにサプライズを用意しており、その成功のためには専属のドライバーの方が何かと都合が良かったんだ。アニーは以前からスカイダイビングに興味を持っており、そのことを知った夫シュリエンは南アフリカでダイビングできる場所を探しすでに予約していた。あらかじめ運転手のゾラにスカイダイビング場に行くことを告げていれば、妻の前で行き先を言う必要もなく、サプライズは成功間違いなしというわけだ。奥さんにサプライズを仕掛けるなんてなかなか粋だね。しかしこのサプライズが実行されることはなかった。スカイダイビングを翌日に控えた11月13日深夜、ゾラの運転する車はケープタウンのググレトゥという地区を走っていた。この地区は当時2日半に1件の割合で殺人事件が起こっていた凶悪犯罪の多発地帯。暗い夜道を走り、車がスピードを少し落とした時、事件は突然起こる。手を上げろ、動いたら殺すぞ。車の左右から武装した2人の男が現れ銃を突きつけてきたんだ。抵抗する暇もなく、犯人はまず運転手のゾラを車から降ろし、その後20分ほどシュリエンに運転をさせた。人気のない場所を訳も分からず運転しているシュリエンに強盗の1人が声をかける。ここで車を止めろ、男の方はとっとと失せろ。そう言って強盗はシュリエンを車から引きずり降ろす。金目のものはやっただろう、妻を解放してくれ。そう必死に訴えたシュリエンだったが、犯人たちは聞く耳を持たない。車は妻アニーだけを乗せたまま走り去っていったんだ。妻を乗せた車が遠ざかっていくのをシュリエンはどんな思いで見ていたのだろうか。金も携帯電話も強盗に取られたシュリエンはその後警察に保護されているが、妻アニーの安否が判明するのはしばらく経ってからのことだった。強盗事件発生から一夜明けた11月14日午前7時、無人の車が道に放置されているのが発見される。それは昨晩カージャックで奪われたゾラが運転していた車だった。通報を受け駆けつけた警察官は辺りをくまなく調べた後、後部座席のドアに手をかける。そこで警察官は目撃する血まみれのアニーの遺体を。
アニーは性的暴行は受けていなかったが、首に銃弾を受けていた。ここまでが生還した首里園が語った事件当日の出来事だ。メトラーの皆さんの中にも南アフリカと聞いて危険なイメージを持っている人もいるだろう。そしてそのイメージは正しいと言わざるを得ないんだ。ここで本日のメトラーキーワード、南アフリカの治安について。南アフリカは世界的に見ても凶悪犯罪の発生率が非常に高いことで知られており、特にヨハネスブルグは不要不急の渡航はやめてくださいと日本政府が危険情報を出しているほど。今回の事件のあったケープタウンはヨハネスブルグほどではないものの、十分注意してくださいと警告されており、殺人や強盗事件が頻発する地域とされている。2010年の南アフリカはサッカーワールドカップが開催された年ということもあり、凶悪犯罪が 5-10% ほど減少したというデータもある。とはいえ夜の街が危険なことに変わりはなく、交差点付近で停車した車がカージャックされるようなことは決して珍しいことではなかったんだ。夫婦を乗せた車はまさに格好の餌食だっただろうね。しかしこの事件がもし最初から仕組まれたものだったとしたら、というのもこの事件はただの金目当ての強盗事件ではなかったという説が存在しているんだ。その説の内容に入る前に、この夫婦がどうやって知り合い、そして結ばれたのかを見ておくれ。4名の逮捕者。この事件の被害者であるアニーは1982年3月12日、スウェーデンのマリエスタードで生を受ける。インド人であった両親は難民としてスウェーデンにやってきており、過酷な時代を生き抜いた後ビジネスマンとして成功。そのためアニーは3人兄弟の末っ子として非常に裕福な暮らしを送っていたようだ。大学卒業後のアニーは大手企業に就職、順風満帆としか言いようのない人生を送っていた。そんなアニーも20代半ばとなり、結婚について考えるようになる。アニーは将来自分の夫となる人物について一つだけ条件を出していた。それはインド人の血を引く男性であること。これはアニーの父親が自らのルーツであるインドを愛し誇りに思っていたことの影響であるようだ。アニーはこの頃頻繁にイギリスのロンドンに出向き、上流階級の人々が集う社交場に足を運んでいた。そしてロンドンで開かれていたパーティーで将来の夫となる男、シュリエン・デワニと出会ったんだ。それはいわば運命の出会いだった。シュリエンは端正なルックスで若くして実業家として成功を収めている人物。そして偶然にもシュリエンの両親もインド人で、イギリスには難民としてやってきたという共通点があった。つまりアニーにとって彼は理想の結婚相手そのものだったんだ。二人が初めてデートをしたのは2009年の9月。デートの後アニーは妹に興奮した様子で電話をかけたというから、よほど楽しかったのだろう。こうしてデートを重ねていった二人は間もなく婚約。2010年10月29日に盛大な結婚式が行われたんだ。開催場所は二人と家族たちのルーツでもあるインドの都市ムンバイだった。こうして永遠の愛を誓った二人は式の後ハネムーンで南アフリカを訪れたというわけだった。そして残念ながら事件に巻き込まれてしまったんだ。富豪の外国人が殺害されたというニュースは南アフリカのみならずヨーロッパでも報道された。しかし事件はここから意外な方向へと進んでいく。事件発生からわずか1週間ほどの間に4人もの男たちが捕まったんだ。まず車に残されていた指紋などの情報から2人組の強盗犯が逮捕されている。彼らは容疑を認め、自分たちが夫婦が乗っている車を襲撃したと話した。3人目の逮捕者は夫婦が泊まっていったホテルの受付をしていた人物。この男こそが2人の強盗犯に指示を出していたのだという。そして最後の1人はさらに驚くべき人物だった。最終的には自ら警察に出頭し逮捕されたのはタクシー運転手のゾラ・トンゴだったんだ。そればかりではない、なんと彼は警察に対し声を震わせながらこう証言したんだ。全部話すよ。俺たちは最初からアニーだけを殺すつもりだったんだ。彼女を消そうとしていた真の黒幕は夫のシュリエンだ。つまりこれは強盗事件などではなく、計画的に妻を亡き者にしようとした夫が企んだ殺人事件だと言うんだ。しかしだとすれば、なぜシュリエンはアニーに消えてほしかったのだろうか。それは彼が家族にも打ち明けていなかったある秘密と関係しているんだ。シュリエンの秘密。1979年12月29日にイギリスで生まれたシュリエン・デワニ。アニーと同様に裕福で何不自由ない暮らしをしていたシュリエンは頭脳明晰で人柄も良く、男女問わず人気のある男性。まさにエリート街道を進んだシュリエンは30歳になる前にはすでに一生遊んで暮らせるほどの大金を手に入れていた。若くして何もかも手に入れていたシュリエンだったが、唯一手に入れられていないことがあった。それは結婚相手だ。彼のことをよく知る人々はシュリエンが結婚しない
のを、本当の理想の相手が見つかるまで籍は入れないのだろうと考えていた。しかしそうではなかったことが明らかとなる。このハネムーン殺人事件が報道された後、ある男が名乗り出てシュリエンの秘密をこう暴露したんだ。その秘密とは、シュリエンが同性愛者だったこと。その男はシュリエンと何度も会い、性行為をしていたという。そしてその度に結婚することを後悔していることや、妻アニーと性行為することが不快だったなどと愚痴をこぼしていたという。つまり同性愛者を隠すために結婚したものの、そのストレスに耐えきれず殺害を計画したというストーリーが成り立ってしまうんだ。しかし実はこの答えは未だに出ていない。なぜならもう一つの恐るべき説が存在するからだ。本当の黒幕。アニー殺害事件の容疑者として挙がった夫シュリエンの名前。ところがこの重要な証言は、ある出来事があった後急に出てきたことが判明する。それは犯人に対して行われた司法取引の直後であること。つまり南アフリカ警察が罪を軽くしたければシュリエンが黒幕だと言えと圧力をかけた可能性があるんだ。そう考えていくと、シュリエン黒幕説には不自然な点がいくつも見つかってくる。ゾラトンゴの話によると、タクシーでホテルまで送り届けた際に妻を強盗に見せかけて殺してほしい、死亡が確認されたら金を送ると急に頼まれたのだという。しかし会ったばかりのタクシー運転手にそんな大それた依頼をするだろうか。また事件後シュリエンが金を送金したという事実も確認されていない。加えてシュリエンは事件が起こった次の日にスカイダイビングをサプライズでプレゼントするつもりだったのは間違いない。妻を殺すつもりの男が果たしてそんな事前準備をするだろうか。このように疑問は後を絶たない。では一方の警察黒幕説についても考察していこう。そもそも警察がそんなリスクのある行動を起こすことに意味はあるのかな。鍵となるのはこの事件が国際問題であったという点だ。2010年の南アフリカはサッカーワールドカップの開催国として世界からの注目を浴びており、治安改善のための活動が国を挙げて行われていた。治安が良くなれば海外から観光客が増え、国内の経済が発展する。南アフリカはまさに大きく飛躍していた真っ最中だったんだ。そんな中で裕福な外国人が殺されて国際問題となれば、他国の人々はどう思うだろうか。そんな危険な国に自ら行きたいと思うだろうか。つまり今回の事件を国際問題として周知させないため、そして外国人夫婦のいさかいが引き起こしたものにするため、犯罪者と手を組んだと想像できるんだ。ここで警察黒幕説にのっとった場合、あの夜何が行われていたのか考えてみよう。2010年11月13日深夜、新婚夫婦を乗せた車は危険な町ググレトゥに到着していた。もともとここに来たのは庶民的な南アフリカを見てみたいというアニーの希望によるものだったが、運転手のゾラがこのチャンスを見逃すはずもなかった。実行犯2人と密かに待ち合わせしていた場所に着き、おもむろに車を停車するゾラ。すると左右から2人の男が拳銃を持って現れる。ここまでは計画通りだった。この後実行犯の2人はゾラとシュリエンを車から降ろし、車内にアニーが一人残される。そして性暴行を働くつもりだったのだろう。拳銃を突きつけ脅しをかける強盗犯の男。ところが銃の引き金を誤って引いてしまい、弾はアニーの首に命中。男たちは慌ててその場から逃走したんだ。実はアニーの体には抵抗した跡が残っていた。そして銃弾でできた傷口の様子などから、意図的な殺人ではなく性暴力から身を守ろうと争った結果、偶発的に殺害してしまったと推測されているんだ。ハネムーン中に殺害されてしまった悲劇の女性アニー・デワニの死をめぐる裁判は強い関心を集める。最大の焦点は夫シュリエンにどんな裁きが下るかということだった。そして迎えた2014年12月、夫シュリエンに下された判決は無罪。犯行グループの証言は信憑性に欠けるとして、事件から4年が経過し、ようやくシュリエンは被害者と認定されたんだ。実行犯の2人にはそれぞれ懲役25年と無期懲役。ホテルの受付の男は事件に関わった明確な証拠までは上がらず不起訴処分となった。そしてタクシー運転手のゾラには懲役18年が言い渡されている。こうして裁判は一応はシュリエンの勝利で警察の敗北となったが、実のところ今でもシュリエンが事件に関与していると考えている人も多くいるという。そしてシュリエンは妻アニーのことを本当はどのように考えていたのだろうか。シュリエンのことを同性愛者だと暴露した男性は2016年自ら命を絶っているため、彼の発言の信憑性はもはや確かめようもない。何が真実で何が嘘なのか、そんなことを深く考えさせられる事件だね。